九州の温泉郷として名高い別府。町の至るところから吹き出す温泉は日本一の湯量を誇り、昔から大切な観光資源となってきました。大阪の奥座敷と言われる別府の朝は船の汽笛とともに明けます。関西地方から観光客を運んでくる船は、観光に生きる町にとってまさに宝船と言えましょう。湯を慕って集まってくる人は年間700万と言われ、市内に800あるホテルや旅館のボーイさんや番頭さんは朝早くから大忙し。朝湯は別府の名物。勤めに出る前に、まず温泉にということになります。小野さんも朝湯の大好きな別府っ子。だが、朝寝朝湯で新書を潰した小原章介さんとはちとわけが違うようです。それもそのはず、このお湯で稼がせていただこうという温泉のボーリングや、またの名を湯つき屋さん。毎年300ぐらいずつ温泉が掘られている別府で、湯つき屋さんは大繁盛です。小野さんも現場から現場へと大あらわ。どこを掘ってもお湯の出るこの町でも、たまには当たり外れがあるもの。お客さんの心配は、やはり小野さんの心配でもあるわけです。だから、お湯が出るまで安心できません。無事成功。なんとも嬉しい一瞬です。お湯お湯と湯に明け暮れる別府も、オリンピックを当て込んでのホテルブームです。市役所でも、オリンピックに来たお客が、外人客の、今年の予想って申しますのは、国内を合わせて1000万以上は期待しているわけですが、日本の別府、世界の別府だっていう考え方で。取らぬ狸の川山用という中で、国際観光文化都市への熱意は大変なもの。世界へ PR を開始しました。オリンピック、オリンピックと騒ぐのは何も東京ばかりではありません。一方、町でも国際都市ともなれば、商いにも英語は大切と、イングリッシュは大変なモテよう。旅館の番頭さんから食堂のおばさん、お土産屋さんと、国際文化都市への熱意は凄まじいばかりです。別府は夜とともに歓楽の街へと様相を一変します。お土産屋さんが賑わうのもこの頃。しかし、英語を使うチャンスはまだまだ先のようです。いかがわしい客引きが横行する夜の街。これでは国際化を謳う別府が大阪の奥座敷別府から脱皮するのはいつの日のことでしょうか。